演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのふわふわ抹茶プリンを食べたいと思います。中にあんこも入っていると書いてますが、本どうかな。ではいただきます。そうきたか、三段構え美味しいよ。プリンの一番上に乗っている部分はまるでカプチーノのようにふわふわですぐに消えてしまう儚くも美味しい抹茶で、その下にちょっと固めのプリンがあり、さらにその下に新蜜の小豆も入っていました。抹茶の香りだけでなく小豆の食感もしっかり味わえてとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。